ワイモバイル沖縄 HY555 や55Y チャンネルですです55Y チャンネル、自分自慢、モノマネ、特技、自分にしかないもの、自らがハイクオリティだと思うものを学生さんに披露してもらっちゃいます。石川さんと石川さんとです。ヒガさん、ヒガです。ヒガさん、ヒガッチね、ヒガッチ。石川さんとヒガさん、何年生ですか？うん、2年生です。2年生、年生、いいですね。じゃあ、今からここで発表してもらうのは何をします？自慢したい、はい、自慢したいこと、自慢したいこと。 OK、じゃあ早速いきます。はい、見てみたいです。はい、行きましょう。自慢ですね。はい、 OK、行きましょう。私たちが自慢したいものは、HY のファンクラブ入ってます。おぉ、もう中でなんで隠してたの？すごい嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいね。出てくるな。これは本当に嬉しいですね。はい、しかもやっぱりこのハブクラブでしか、はい、そうそうそう、手に入れることがない。そう、ちょっと驚きですね。HY ですね、8月22日にベストアルバム、そして9月22日にまた全国ツアー沖縄から始まります。行きますですか？はい、行きます。嬉しい、嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。驚きですよ。で、今ですね、石川さんと比嘉さんがここで表現しました、うん、実は学生の皆さんに自分の携帯でこう録画してもらってるんですよ。これを SNS でちょっと投稿して盛り上げていこうということで、はいはいはい、あ、いいですね。続きまして、はい、じゃあ、はい、じゃあお名前は。吉野です。星野さんと、星野さんと岩崎です。岩崎さん、何年生ですか？星と2人とも2年生。OK、じゃあ星野さんと宮崎さんがちょっと今ここで表現したいのは、音を当てることができます。音を当てることができる。え、何これ？絶対音感ってこと？じゃあちょっとやってもらいましょう。じゃあちょっと協力が必要ですね。はい、これはキーボード、はい、電子キーボードで。じゃあもう早速行ってみますか。はい、じゃあカウントお願いします。じゃあ行きます。俺たちもちょっとチャレンジしよう。はい、3、2。わかった。二人ともわかった。せーの、ラ。ラ、ラなんだ。正解はラです。おめでとう。ドゥ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 ドレミファソラじゃないでしょ、今の。何それ、すごい。え、何これ、絶対音感って。なんか3歳ぐらいからピアノやっていないと身につかないって聞いたんですけど、はい、なんかピアノかやられたんですか？ちょっともうちょっといきましょう。じゃあもう一回いきますよ。じゃあ音ください。せーの、ファ。なんて言ったの？ファ、ファ。正解はファです。あ、じゃあこれ一回頭叩いてもらって、この音も分かるのかな。あ、うん、それちょっとやってみましょう。やってみましょう。じゃあうまく叩けるかな。大丈夫、どこがいい？おでこ、ここら辺がいきますよ。せーの、ちょっと分かんない。じゃあ他にはかっこいいです。他にまだ発表したい方、はい、はい、行こう行こう行こう。おかしい。大丈夫だよ。違う違う、やった方がいいよ。なんかある？違うやつや、これ。違うやつ全然 OK。 2年生の赤峰夢乃です。はい、夢乃ちゃん、夢乃ちゃん。そして2年の大峰さやかです。さやかちゃん、さや。ちょっとね、無理やり僕たちが引っ張ってきた感もあるんですけど、勇気振り絞って来てくれました。いいですか？じゃあカウントいきますよ。3、2、1。大峰さやかさんに言いたいことがあります。はい。今日はさやかさんの誕生日です。おお。これからの17の目標をお願いします。17歳、17歳、はい、いいな。
まあ、2年生はよくこの2人がいつも喧嘩してたんですけど、そうなんだ。今年はもう17歳なので、大人になったので、しっかり仲良くやっていきたいと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。喧嘩するほど仲いいって言いますからね。なんかもう仲良しそうでしたもんね。はい。オロク高校合唱部の皆さんがね、俳句を入れて語ってくれました。表現してくれました。はい。何ですか、まだ物足りないんですか。取り高が少ないと。最後、アイコーティーだったかな。以上、オロク高校合唱部の皆さんからでした。イエーイ、頑張って。沖縄の学生さん、自分がハイクオリティだと思う動画をインスタなど SNS に上げてください。こちらのハッシュタグをつけてくれたら HY が見て555ヤーで紹介されるかも。どしどしハイクオリティな動画量産してね。